滑りやすいグラベル路面が特徴の第11戦インドネシア。I think it's more or less staying on the road. Don't try and be the quickest. You have to just stay on the road, and even at very slow speed, it's easy to slide off the road. So really, it's maybe a bit like Monte Carlo would be when you have a snowy stage with racing tires on. 9月19日、第一レグはスマトラ島最大の都市メダンを南下しパラパットまで。走行距離は 351.565 キロ、SS は8カ所。気温は35度を超え、湿度も 90% に達する厳しい気候条件の下で行われるこのインドネシアラリー。昨年最後まで自分のペースを守り抜き優勝を飾ったサインズだが、今回はスタート早々タイヤ選択に失敗。SS1 でいきなりコースオフ。その後もタイムが伸びず、序盤6位と出遅れてしまう。前回フィンランドで今季4勝目を飾ったマキネンは SS2 でトップタイムをマーク。しかしその後サインツ同様タイヤ選択を誤り、極端に滑りやすい路面に悩まされ続ける。昨年は独走体制を築きながらもコースアウトでリタイアしているマクレーだが、滑りやすい路面が得意とあって SS1 でトップタイムを叩き出し、そのままラリーをリードしていく。昨年はセリカで出場し3位に入っているカンクネンは SS3 でマッドタイヤを選択。これが見事に当たりトップタイムをマーク。6位から3位まで一気にポジションを上げる。今回三菱のセカンドドライバーはバーンズ。彼のマシンは序盤からミスファイアに悩まされ SS6 では30秒以上も遅れてしまう。スバルはセカンドドライバーとして、昨年ここで2位に入ったリアッティではなく、アジアパシフィックラリー選手権3連覇を目指すエリクソンを投入。彼は期待に応え SS4 で3位に浮上する。デビュー2戦目となるトヨタは苦戦を強いられる。オリオールは SS2 で左フロントを土手にヒットしバンパーを破損。さらに SS4 ではフロントデフにトラブルが発生し後輪駆動となってしまう。これでタイムを大きくロスし、優勝争いからは脱落してしまう。わずか1日だけのテストでカローラをドライブすることになったオーストラリア人のベイツは SS1 でスロットルのトラブルに見舞われてしまう。ベイツのトラブルは結局解消されず、第一レグでリタイアとなってしまう。今年初の WRC 出場となる藤本は SS7 でコースオフ。さらにスタックし脱出に4分もかかり、8位から10位へと後退してしまう。第一レグ終盤、誰もが恐れていた雨がコースを襲った。タイヤ選択に苦しみながらも2位をキープしてきたマキネンは、雨で滑りやすくなった SS8 で土手に激突。これで20秒近くタイムをロスするが、幸運にもマシンのダメージは少なく2位のまま第一レグを終了する。We'll see tomorrow weather how it is. If it's like today, it's going to be a difficult day.
マクレはこの日8カ所の SS のうち5カ所でトップタイムをマーク。2位マキネンに35秒もの差をつけ第1レグを終了する。トミー had problems today. Does that make you worry about what he could pull out tomorrow? Not really. I mean, he's hell of a lucky. If you see the damage to his car and he got away with it without any problems, I mean, most anybody else would have burst a radiator or something. He's got a lot of luck with him. You hold your breath until it's actually finished. Yeah, I mean, anything can happen.第1レグを終了して1位はスバルのマクレン、2位は三菱のマキネン、3位にカンクネン、サインツは4位、6位にバーンズ、7位にオリオール、9位に藤本義雄、片岡義弘は10位。9月20日第2レグはスマトラ島随一のリゾート地トバコを北上するコースで、走行距離は 396.18 キロ、 SS は木の木に激突。マクレはコース復帰に3分近くかかってしまう。続く SS14 もそのままの状態で走らねばならなかったため、ギアボックスオイルが排気管に垂れエンジンルームから出火してしまう。トップからは20分近くも遅れてしまうが、それでもマクレーはゴールを目指す。Supervision. Yes, Sean, we're still running. We're going, coming out of the stage now. The only thing is, it's, well, the temperature gauge is getting lower, not higher, so I presume there's no water in it. Do you want us to keep going or should we stop? Okay, keep going.なんとかサービスに到着したマクレーのマシンをメカニックたちが取り囲む。彼らに与えられた時間はわずか20分。懸命な作業が始まる。
カニックたちは何とか走行可能な状態に戻したマクレーのマシンをサービスから送り出す。どうや。しかしマクレーのマシンは次のスタート地点に到着することはできなかった。When you see all the rally mechanics running around like that trying to fix your car and you can really do nothing, what do you feel? I mean, they're the best guys in the job. You just trust them to get on with it and they'll do it as quick as they can if they can do it good and well. It's just a stupid mistake I made, completely my fault. There was no need to even to go into the corner as quick as that. I could have backed off, you know, another 20%. But... Is that it for the championship or can still anything happen? No, I mean, just look what's happened here. You know, anything can happen, so we keep on trying as much as possible. 20 maali, 5 kovasen, aukee. マクレーがリタイアした SS14 でマキネンのマシンもエンジンがストップ、リタイアとなってしまう。 It's unbelievable luck. So stupid small thing. On the road section between 13 and 14 states is this another fan was broken and broke the radiator and water came out and engine overheating and that's it.マクレー、マキネンの相次ぐリタイアでトップに浮上したのはフォードのカンクネン。2位には同じくフォードのサインツ。そのサインツは SS13 から4連続でトップタイムを叩き出し、この日の最終 SS でカンクネンを捉え第2レグをトップで終了する。終了してトップはフォードのサインズ、2位は20秒差でカンクネン、藤本義雄は5位、6位のシンは N クラスのトップ、7位に F2 トップのロバン・ペッラ、片岡義弘は10位。今年も大波乱の展開となったインドネシアラリー。第3レグは9月21日、パラパットからメダンまでのルートで走行距離は 381.09 キロ、SS は6カ所。ワンツー体制となったフォードはドライバーズタイトル獲得の可能性があるサインツに勝たせるチームオーダーを出す。抜かれる心配のなくなったサインツはペースダウン。一方2位のカンクネンは激しい走りで観客を沸かせる。マニファクチャラータイトル獲得のため、なんとかフォードのワンツーフィニッシュを阻止したいスバル。その期待に応えようとエリクソンはこの日最初の SS から3連続でトップタイムをマーク。第3レグスタート時点で1分31秒あったサインズとの差を58秒にまで縮めてくる。3位入賞を目指し第3レグをスタートしたバーンズだが、この日最初の SS でスピン。これで大きくタイムをロスし、結局4位で完走する。第1レグで大きく出遅れた藤本だが、プライベート最上位となる5位でラリーを終了。第1レグからグループ N のトップを守ってきたシンが N クラスのウィナーとなる。F2 クラスでは前回に続きロバン・ペッラが優勝を飾った。総合10位を走っていた片岡は最終 SS でラジエーターを壊し、ゴール目前にしてリタイア。序盤大きくタイムロスしていた小西だが、総合8位でフィニッシュする。サインツは予定通りトップのままメダンにゴール。フォードにとっては第8戦アクロポリス以来のワンツーフィニッシュとなった。カーロス、congratulations. You make a habit of winning here in Indonesia. Yeah, thank you very much. I'm very pleased after all the misfortune we have in the last three, four rallies.
I think it's a good victory. Was it a hard victory or an easy victory? Not very, very hard, because even up to the last stage, too, I was pushing very. クラスのウィナー、7位に F2 クラスの覇者ロバン・ペルダ、小西茂之は総合8位に入った。